笑いそうで、笑わない。笑いそうで、こんにちは、つちょこです。さあ今日はね、試練じゃなくて、ちょっとミニチャレンジ、気になったね、気になってるミニチャレンジを、まあ、こなしていこうかなと思います。まず一つ目は、ここにね、よっしゃ様って言ってるので、言ってるコログちゃんがいる。めっちゃ怖がってね。めっちゃ震えてね。おいそんな怖がんなくても、なぜそんな怖がる。おいめっちゃ震えが止まんないんだけど、大丈夫か。わあ、あなたひょっとして勇者様、ようこそコログの森へ。私が思っていたよりずっとずっと勇者様ってかっこいい。あ、だから震えてたの。木の棒を背負ってるけど今。そんな勇者様にもっともっと強くなってほしいから、私から試練を出しちゃいます。どうどう、私からの試練受けてみる。受けてみよう。なんだろう。やった、嬉しいわ。それじゃあ私に氷の杖を見せて。その杖を振ったら氷の力で魔物もカチコチってなるの。アイスウィズローブっていう魔物がよくその杖で悪さしてるらしいけど、勇者様が氷の杖を手にしたらとっても強くてかっこいいに違いないわ。なるほど、氷の杖を持ってこいってことか。ちょっとサクサクっとやっていきましょうね。あー、ルミーか。ルミーも取ってないね。まあ氷の杖、取ったらここ来ましょうか。ルミーはここでどこだっけ、かかりこ村の上にいたよね。あー、雨降ってるからいないのか。雨か。じゃあ流された嫁、これか。リンクさん、ディーメを探してくれるなら興味欲は惜しみません。なんなりと質問をしてください。大体の場所は。ディーメって何。ああ私の妻、そしてポンデライオン、ポンデライオンじゃない、ポンテとアンテの母にございます。魚を取りよろず屋におろすことをなりわいとしております。ああ、私と違い荒く明るく陽気、ポンテがその性格を継いでおるようです。大体の場所はどこ。ルッタが暴走しだしたあの日もゾーラ川に漁をしに行くと言っておりました。そのルッタのせいで川底を増水していたので下流に流されたのかもしれません。しかしレトーガンたちが何も知らないということは、ゾーラ川を通過しきったその先、最悪ハイリア湖に。なるほど、ハイリア湖の方か。なるほど、じゃあハイリア湖の方に行ってみよう。見つかりやすいところにいればいいんだけど。ん？あれは敵だよね。おい、おい、え、あれいるんじゃね？敵じゃねえ。ちょっと待って。泳ぎ装備に変えるか。これでしょ。大量大量！全然気にしてない。今日も大量！楽しいな。風景知ってる？え？風景？ダーリンだけど？ああ！ダーリンごめん。忘れてた。何？すぐ戻らなきゃ。もうね、これ君にあげる。う、何くれるんだろう。マックスバスか。頑張りバスでした。おう、うんうん、持ったね。じゃあ私ゾーラの外に帰るから。じゃあね。すげえもう見えないぜ。寮に行ってたんだね。頑張りバス、別に持って帰ったらよかったんじゃない。何を急いでたんだろう、ちょっと気になるな。めっちゃ遠いよ。ここからあそこだもんね。よし、行ってみよう。どうだ、帰ってきましたか。リンクさん、リンクさん、嫁が、ディーメが戻ってきました。なんとお礼を言ってよいやら本当にありがとうございました。え？え？それだけ。あ、そっか、頑張りバスが報酬でもうミニチャレンジ終わったのか。何があったの、何を忘れてたの。もう気になる。なんかちょっとディーメいなさそうだな何を気にしてたのか分かんなかったけど、まあ一つクリアということで。お、はあ、どうしたんだろう。ちょっと馬宿回りしてました。はあ、いやいや、この馬宿ね、よく雷が落ちるのよ。毎日夕立が来るのが怖くて、なんでここばっかり。
あなたもしよかったら原因を調べてもらえないかしら。任せろ。どういうことだろう。ほんと嬉しい、お願いね。雷怖い。夕方になるのが怖い。なんでここにばかり雷が落ちるのかしら。夕方でも今昼、今はあれだね、雨マークなしだね。さあちょっと夕方まで待つか。ここ気になるんだけど、ここまだ行ってないんだよね。こっちのあの玉すりすりお姉さんのとこは行ったけど、この馬上橋っていうとこ何なんだろう。ちょ行ってみようか。前はあの玉転がしの女の人がいて、こっち側はないかなと思って来なかったんだな。あのガーディアンを探せっていう風になって、なんか途中で中断しちゃった気がする。こっち側来るの。あれ妖精じゃん。大妖精のあれか。大妖精はもうでも 3体いると思うんだけど、何がいるんでしょう。物よ若者よ、私の話を聞いておくれ。何ですか。わし、いや私の名はマーロン。お主、いやあなた、相葉がいなくなって寂しい思いをしたことはないか。私が力を取り戻せたら何とかしてあげられるんだが、だからお願いだよ、少しばかりのルピーを恵んでくれないか。やっぱり大妖精とほぼ同じだね。1000ルピーもあれば十分だ。早く私が元の姿に戻れた時、馬を愛するあなたの役に立てるはずだよ。さあ持ってるんだろう、さっさとルビーをお渡しよ。やっぱり手も大妖精っぽい。私が力を取り戻すには1000ルピー。渡すか。どうぞ。おお、踏んだくった。久しぶりの踏んだくりを見たぞ。ぬう、我復活せり。何、大妖精。うわキモ。ちょっと待った、首見たらやばい。長らく狭いつぼみの中に入ってくり窮屈だったぞ。なんか顔がこちょこちょ動いてんだけど。お主か、わしを外に出してくれたのは。うわー、ちょっと待って、手がつながってないんだけど、これ幽霊の類か。我が名はマーロン、この世界に住まう馬たちの神である。なんか馬の神様は主様で見たぞ僕。本物か。わしを復活させてくれた俺をせねばならんな。どうしてくれようか。お前を食べてしまおうか。冗談である。冗談がきつすぎますよマーロンさん。お主が大事にしていた馬を不注意にも死なせてしまったなら、その死んだ馬を復活させてあげるとしよう。ただし面白がってやあやめていた時は容赦せんからな。冗談である。いや容赦しなくてもいいんじゃない。どれどれ。馬倒したっけ。おう、馬を大事に扱っているようだ。どの馬も元気そうであるな。あの骨の馬は人参食わした後消滅させちゃいましたけど。馬は友達というその心構え見事である。これからも馬と共に生きるのだぞ。大丈夫か。せっかく窮屈じゃなくなったのにもうしまっていいの。わあすごい綺麗な色だな。うわスピンアタックしとくか。スピンアタック。ここには妖精さんいないのかな。やっぱりなんか地図で怪しい場所ってなんかあるね。マーロンの泉。竜はきっといる。辰野さん。夢で見るだけじゃなくて本当に会いたい。あ、伝説の竜の話ですよ。普通にキョロキョロいるじゃないですか。いろいろ竜を目撃したっていう旅人に話を聞くと、みんながみんな見たのは夜だったって。本当？なんか近くで見れた気がするけど、レイクサイドは。あれ？どっかコログいるな。
あ、ほんとだ、雨が降ってきた。あ、来た来た来た、雷来た。どこに落ちる？うわ、ビビったくそビビらせやがってわあ、落ち、下の方に、うわ、下の方に落ちてんね。その原因を調べてほしい。雷がよく落ちる原因、雷が落ちる原因。うわうわうわ、どこ落ちた？原因って一体なんだろう。雷が落ちる原因なんかある？雷、高いとこに、高いとこになんかある？ん？ちょっと待った、なんか刺さってね刺さってる、なんかこれか、木こりの斧。あ、チャレンジ更新、これが刺さってるから雷がみたいな。すやすや、寝ちゃってるよ寝ちゃってる。どこにいるんだろうコログちょっと待ってこれは、これ何なんかあごひげみたいなついてんだけどこれ、これじゃね。あ、爆弾や、炎の矢で、あ、燃えた、うわむず、やったった。あれ、あ、めっちゃ近く飛んでんじゃない、間に合え。ダメだったダメだった、上がってっちゃった。おーい、え、雷が落ちる原因突き止めてくれたの？多分ね、金属製の斧が上に刺さってたんだ。そうだったの、そこに雷が落ちていたのね。なんかその周りに落ちてたけど、あんな高いところに誰が刺したのかしら、不思議ね。調べてくれてありがとう、これは私からのせめてものお礼。ラバーキャップ、あ、やった、ラバーキャップゲット、これで安心して暮らせるわ。本当かな、夕立来なくなったのかな。そうだ、ちょっと魔物装備を もっと買いたいので、日がっかれ、日がっかれだってね確か。キルトンに会いに行こう、そして写真を撮ろう。そのミニチャレンジやるか、これか。あ、キルトンの情報お願いします。果ての村やウォトリー村の周辺、オッケー、よし、ちょっと脅かすか。あ、これとかやべえんじゃね、ででー、どうも魔物です。この匂いはリザルフスか、はたまた、あなたでしたか、こんばんは、ご用は何でしょうあれ全然びっくりしなかった僕ムジュラの仮面をつけてたんだがな。ちょっと待って、写真撮らせてすっげえ顔すっげえ顔やな、バッチリ撮ったぜ。さてと、どんぐらい必要だったっけ。538で、あー2000、ライネルも欲しい、3000、あと2500、よし、これでライネルにも近づけるぜ。そしてダークシリーズを全部買っとこう。はい、よっしゃよっしゃ、全部買いました、よっしゃ。夜間移動スピードアップか。ライネルマスクは なんかちょっと肩幅が広くなったんだけど、これでライネルも仲間だと思ってくれるはず。スタークリンクにして、
怖がってるじゃん。おい、我ながらなんと恐ろしい装束でしょう。これで驚かない人間はいないでしょうね。こんばんは。なんか怖がってくれるのかな。よし、うわあ怖っ。あ、ほんとだ、ちょっと駆け足になってる。これでさらに歩くのが速くなる。こう、あ、一瞬びっくりするぐらいで警戒されるけど、話したらそうでもないって感じなんだね。おーい。目を見開きすぎでしょ、二人とも。そんなに？あ、でも、なんか時間経ったら慣れるんだ。ん？これか？めっちゃ警戒されてるけど。朝から降りますな。ん？キルトンの詳細な姿を手に入れられたと思うすか？そうなんです。しからば拝見。どうぞ。めっちゃ可愛い。ちょっと上目遣いでちょっと可愛く撮れてるぞ。ほほう。なるほど。なんとも面妖な。おお。あいや、かたじけなし。これでキャッツの追跡もはかどるというもの。ご苦労であった。謝礼をせねばな。安っ。謝礼安っ。なんで調べてるのか教えてくれないのかな。ああ。キルトン、しかとこの目に焼き付けましたぞ。一体何を売ってるんでしょうかな。これこれ。私を見てください。これ全部キルトンさんのですよ。ああ。魔物用の薬？ペット用の魔物？考えれば考えるほど気味の悪い。これもですよ。めっちゃびっくりして、あの雨でびしゃびしゃで入ってこれなくなっちゃった。かわいそう。どうぞ。ほらほら。さてと、次どうしようかな。これやるか。リトの焼きリンゴ。焼きリンゴは確かゴロのとこ行って焼いたら焼きリンゴになったよね。おい、焼きリンゴに早よなれ。あ、なったなった。よしよしよし。焼きリンゴになったのでリト行きましょう。わー、久しぶり、ももちゃん。やべえ、ちょっとダークリンクだからめっちゃ驚いてる。みんな口あんぐりになってるぞ。こ、怖がってるわ。あはー。 あれこの匂い。君焼きリンゴ持ってなくない？え、も、え、持ったけど。あ、も、も、持ってるのって聞いたのか。持ってなくないって言わなかった今。それ一つくんない？お礼はするし。いいっすよ。お、ほんと？サンキュー。じゃあ手出して。すっげえ鼻の位置上にね、ねえこの人。金ルピーゲット。この焼きリンゴって旦那が作ってくれたやつ？ま、うまけりゃ何でもいいか。私焼きリンゴは別腹だからいっぱい持ってきて。くそ、本当に旦那さんいるのかな。めっちゃ目と鼻の位置近いよね。さて、じゃあ今日最後はね、コログの森で剣の試練のね、注意にちょっぴりね、見て、ちょっぴり見るぐらいにしときましょう。わお。剣に選ばれし者よ、女神ハリアの名の置き剣の試練を与えよう。剣の試練か。そういや、なんか誰かコメントで教えてくれたはず。剣だよって。この地に現る全ての妨げを退け、肉体と精神の向上を目指すがいい。ここは何が起きても不思議のない無限のごとき、幾なれば。手に入れし者は移し世に戻れば失われる。マスターソードに選ばれし者よ、剣の試練を乗り越え誠の輝きを手に入れよ。よし、ビューッと飛んでいき。ほう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 。なるほど。ちょ待って、ちょ待って待って。ちょ待ってよ。あ、ちょ待ってよ。ちょ待ってよ。ちょ待ってよ。
ちょっと待ってよ。なるほど、なんかこういう感じか。あ、なんかこういうの。ちょっと。ほい。あ、なんかふわーっと浮いちゃう感じね。あ、なにこれ、何が浮いたの？ゴーゴーだけが浮いてた。下は何にもなし。あー落ちた。下見ようとして落ちた。まだ余裕あると思ったのに、みっともない姿を晒したぜ。早速よし、よし、2階も、あ、2階も結構上昇気流に乗っていく感じか。うわ、いきなりあれいんの？いきなりこればっかりいんの？これのための兵士の弓か。よし、危ねえ。これでもファイアロッド必要なんだろうな、きっとな。いてくっそ。あ、やばいやつじゃないこれ。わっちゃう、わっちゃう。あファイアロッドが。3階。あ違う。違うんだよ。バーンってやろうとしたのに。あれ？え？なんで？いいの？今の何？バグ？あ！え、どういうこと？今の。これ何階？なんで4階飛んだ今。あー、いって、うわきつ、うわこれきつくない？全然いける気がしないんだけど。バーン、うわ恐ろしすぎる。はい、ということで今回はねミニチャレンジをちょっとメインにねやってみました。で、剣、剣の試練注意に挑戦してみましたが、4回で、弓でボコボコにされて死ぬという最悪の結果、ひどい結果でした。何回まであるんだろう、恐ろしすぎるせ。ということで今日もね見てくれてありがとうございました。それじゃあまたね。ダークリンクでぴょんぴょん飛んでバイバーイ。